ミサイル発射のテストは来週です。先っぽが丸いな。もっと先を尖らせろ。丸いと怖くない。尖ってれば脅威だが、これだと敵が笑ってしまうだろう。まるで巨大なロボットのペニスが飛んできたみたいに見えるじゃないか。しかし先っぽの形は航空力学とは関係ありません。中に入れるものによるので。だって地面に刺さってドカンだろ。ひょっとしたら将軍様が爆弾に関する知識を得たのはもしやアニメですか。バカ言うな。ちゃんと爆弾の資料映像を見た。その映像にはもしや黒いカモが出てきませんでしたか。そして爆発が起きるとその黒いカモのくちばしが頭の後ろ側に行って、そして喋るときはそのくちばしがちゃんと元に戻る。まあそんな感じの症状に悩むやつも出てた気がするな。なるほど。 100% の確率でその資料映像はアニメです。まあそれじゃあ私がアホだと仮定しようか。そうですね。なるほど、いいだろう。見解の相違を認めよう。ですね。って、何です？待って！もうお忘れで？もちろん覚えている。私の記憶力を疑うのか。全部覚えてる。疑ってなどいません。どうかお許しください。まあいい、構わんよ。でかしたぞ。恐縮です。待ってください。なんで？将軍様、核兵器は持っていないと宣言すれば国連の制裁措置が解除され、石油の採掘権を売れますよ。タミルおじさん、成人のような父が今まの際に私に言ったことをお忘れかな。ワディアの石油は決して売るな。父は後継者として私を指名した、あなたではなく。納得づくでしょう。さあ宮殿に戻ろう。ドラマを見ないと。最終回だからね。シャハマファリミリタックの妻たちが。車を。独裁者にしよう。新しい影武者が必要だ。わからないしな、こいつが回復するかどうか。それはないでしょう。死んでいます。私が話しているときは目を見る。私がお前に話しているのにそっぽを向いてるのは無礼であるぞ。いいだろう。今日はハードな一日だったな。違う男が死んだ。本当にやったことがないの？じゃあついてきて。どこ行くんだ？レイプセンター？バカげてる。いい？まずペニスを出して手で持ってみて。バカげてる。それからその手をゆっくり上下に動かして。わかったよ。だからこんなのバカげて。待って、なんだこのバカげた魔法。初めて一人発射ができたんだ。一人で最後までこの手でやったんだ。鳥を殺すみたいにビルブルを握って、叩いて叩いてさらに擦ってたらラベナを発射できた。ゾイゾイ、人生が変わったよ。マラワがあれば一日の性欲は満たせるが、自分の手をマラワとして使うことができれば一生性欲を満たせる。おいあんた、そこのヘアネット、やあ、キヌアのサラダをくれねえか。んでもって追加でクランベリーをいくつかちゃちゃっとトッピングしてくれ。ほら急いでやれよ、パンパンと。
次。おいおい、入ってます。掃除するんだ。何なんだよ。さっさと出てくれないかな。ねえアリソン、ゴミを出してきて。よろしく。見ろよ、こんなものを寄付してくれた人がいる。脱毛クリームと女性用のカミソリ。誰か使う人いるかい？やめろよ。これでも食らえ。ここの掃除よろしく。スレード見たぞ。それは指導者に対する侮辱行為だ。何なんだよお前、オサマ・ビンラディンの親友か。いいや、親友とは言えないが、去年影武者が撃たれてからずっとうちのゲストハウスに住んでるけどな。出て行かないんだよ。どうしてあいつが嫌われてるか分かるか。あいつの後でトイレに入ってみろ。鼻が曲がるぐらいの匂いだ。これがテロかって思うぐらい強烈に臭い。入れるぞ。違う穴よ。違う穴に拳が。またいつもの癖が出てしまった。早く抜いて、早く。もう一度。またケツの穴よ。あんたどういうつもりだ。またお尻の穴に入れた。もう少し上の方だ。そうよ。よかった、前立腺に異常はないよ。よかったよかった。もう一度お願い。待って。今暇ですか？ハリソン、こっちに集中しなさいってば。今撃ってるとこで。でも、ああ生まれる。どこから聞こえるの？申し訳ないけど出なくちゃ。携帯が私の中に。どこです？ああ今トンネルの中だ。え、まあいいか、話したいことがあって。ナダル、今タイミングが悪いんだ。後でかけ直すから。どこに話しかけてんのよ。ゾーイ、赤ちゃんを引き出すのを手伝ってくれ。無理。早く手を入れて。大丈夫だから早く。分かった、入れて。ごめんなさい。右側に入れるんだ。嘘でしょ。奥まで。嘘でしょ。赤ちゃんの腕。私の指だ。中悪いけど、その続きは私のあそこから手を抜いてからにしてちょうだい。ああそうね。そうだな。アリソンは頭を。私が頭を持つから。よし、行きんで。だー、早く自白しろ。アジトはどこだ。何なの。ごめんごめんごめん。頭が見えた。もう一息だ。もう無理、もう無理、もう無理よ。お前に言い渡す。生きろ。へその緒が。すまん。ダメだ。何か。残念だが悪い知らせ。何。女だ。ゴミ箱はどこだ。ちょっと待って、待って。女の子が欲しかったの。いいんだ、いいんだ。僕が抱きますから。抱かせてお願い。ママだよ。